田茂です。今回はダウンシラフの選び方ということでやっていきたいと思うんですが、ダウンシラフって同じメーカーのものでも値段にかなり差があって迷ったことってありませんか？僕は何度もシラフを使っているんですが、買う前にかなり迷いました。今回は実際にダウンシラフを選ぶときに自分でいろいろ調べた内容になりますので、かなり参考になる動画になると思いますので、最後まで見ていてください。結論を先に言ってしまいますと、値段の違いはフィルパワーとダウン量の違いです。これだけだとよくわからないと思いますので、フィルパワーとダウン量についてこれから説明していきたいと思います。まずダウン量ですが、まあこれは名前の通りなのでそのままわかると思うんですが、ダウンの量が多ければ多いほど暖かいです。ですがダウンの量が多いと収納サイズが大きくなってしまって、しかも重くなります。で、次にフィルパワーですが、これはダウンの品質のことです。長くなっちゃうので難しい話は省きますが、フィルパワーが大きいほど暖かいです。 Amazon でよく売られている1万円前後のダウンシラフは多分フィルパワー600ぐらいですね。600って書いてあるものもあれば書いてないものもありますので、何とも言えないところなんですが、まあ、値段とか対応温度とかを比べるとだいたい600ぐらいかなという感じです。有名メーカーのものですとフィルパワー800とか、もっとそれ以上のものもありますね。ちなみに僕が使っているナンガのヤマケイとのコラボのやつは760です。ということでまとめますと、フィルパワーが大きいシラフっていうのはダウンの量を減らすことができるんですよ。なので収納サイズが小さくてなおかつ軽いだけどあったかい、そういうシラフができるっていうことです。登山やバックパックでキャンプをする方なんかは小さくて軽い寝袋が必要になりますので、フィルパワーが高い寝袋が必要になります。ですがフィルパワーが高いっていうことは値段が高いということです。逆に車でキャンプをする方なんかはそこまでフィルパワーの高いシラフっていうのは必要ない場合が多いので、フィルパワーの低いだけどダウン量が多い、そういうシラフを選ぶことによって安いダウンシラフを買うことができます。おすすめの1万円前後のシラフと実際に僕が使っているナンガのシラフの詳細については動画説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。以上になりますが、このチャンネルではできるだけ短い時間で役に立つ情報をお届けしていますので、少しでも役に立ったと思った方は僕の動画配信のモチベーション維持にもなりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。